はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。昨日は対馬陽子さんっていう方からお手紙、綺麗なお手紙いただいたんですけれども、オタクが文明を進めるみたいなことを書かれておりまして、オタクですね。まあ一芸に秀でたね。なるほどな。ダヴィンチとかもミケランジェロとかもオタクっちゃオタクだし、宮崎駿なんかもオタクですよね。なんかそればっかりやって飽きずにやってられて執念があってみたいな、そういう、なるほどなって思ったんで、ご報告いたします。 NHK のネット事業を放送法の定める本来事業に加えるかどうかを議論する総務省作業部会活動開始だそうであります。先月から、来年6月までぎっちり議論するんだって。まあなっちゃうだろうな、本来業務になっちゃうだろうなって思っておりますけれども、現在ネット事業は NHK の任意事業とされ、規模を年間200億円まで制限されている状態だそうです。本来事業、本業ってされればこの上限が撤廃になってですね、ネトフリみたいにNHK が金出して映像を作って映画作ってなんていうのもなるんじゃなかろうかという予想がされております。スマホ持ってるだけで受信料を徴収することについては現実的ではないと有識者会議、そういう意見が相次いだ。有識者だってスマホ持ってるんだから、スマホ持ってるだけで金取られるの嫌ですもんね。でもなんかネット事業は NHK の本業ってなっちゃいそうな気がすんな。世論です。地上波はオワコン確定なので、ほっとけば NHK も滅びる。スクランブル放送で解決すんのに、海外視聴者からはどうやって徴収すんの。そうだよね、日本人からばっかり金取って海外からはネットで自由に見れるっつったら不公平ですよね。NHK は反日放送やめない限り何をやってもいいでしょう。今の放送法がおかしい。NHK 存続の前提の議論は間違い。通信インフラの中に NHK の席なんかないと。NHK は放送であって、ネットは通信ですから、放送法で通信を規定するのもおかしな話ですよね。NHK はネット事業をですね、本業にするために、布石をすでに売っております。放送法72条にですね、これまでなかった2項っていうのを追加することに成功しております、すでに。中期計画に本業を記載するっていう一文なんですけど、で、最新の NHK 経営計画にはですね、インターネット活用事業についてをデカデカと記載。これは世界中に日本の姿を知ってもらうためっていう建前が書いてありました、一番目に。こうやってじわじわと NHK のネット事業を正当化していくプランだそうであります。72条2項追加はそのためのものと NHK の人に教えてもらったんで、間違いありません。間違いありません。11月23日、勤労感謝の日、祝日。渋谷で NHK スクランブルでも開催します。講演会にですね、年内の休日全部奪ってますって、23日も、埋まってますって言われたんですけど、で池袋中央公園の使用許可申請を昨日してきたばかりなんですけれども、渋谷に再度確認したらですね、あ、23も27も空いてますしれって言われてですね、もう狐につままれたみたいな気分ですよ。使用許可出してた団体がどっちもキャンセルしたか、その日の公演を抑えてた団体がキャンセルしたのか、それとも公演家が埋まっていないのに埋まってると嘘をついたか。でも年内全て埋まってますって言ってたんだよ。責める気はないけど、この謎の真相が知りたいんですよ、私は。無駄足踏まされてね、池袋公園取りに豊島区役所申請出しに行って、無駄足踏まされて超迷惑なんですよ。責める気ないけど怒り心頭です。怒ってます。怒ってっけど、まあ責める気ないけど、この謎が知りたい。講演家が嘘をついたのか、それとも単なる勘違いなのか、取ってた団体がキャンセルしたんだか、嘘をついたとすれば
なぜなのか、ちょっと謎なんですよね。責める気ねえけど、これなんでなのか知りたいよなって。ロシアがウクライナ全土を80発のミサイルで攻撃、一応発電所なんかを狙ったみたいですけど、精度が悪くて、あっちこっち飛んじゃって民間人にかなりの被害が出ている様子です。必要なことは何でも遅い、遅すぎる、グズで乗ろまで無能でバカの外務省が直ちに避難を呼びかけたぐらい危険な状態であります。世論おっそおっせよ、判断遅いよ、随分遅いが、なんで今なの。空全土にミサイル攻撃受けたら当然だろう。核攻撃が現実味を帯びてきたから、入れ替わりで林が現地に行け現時点で逃げてない連中は覚悟してんじゃない。アメリカも即時退避勧告来たで、アメリカから相当やばい情報が入ったな。日米同時の即時撤退警告だそうで、煮詰まってまいりましたな。昨日の夜ですね、 G7 サミット国首脳緊急会談行われまして、ロシアのミサイル攻撃は戦争犯罪、共同声明発表だそうであります。順調に世界の敵になっていくな、ロシアはな。フィンランド大統領テレビ番組で、プーチンは敗北を受け入れる能力がない、って言ってました。やけくそになって、世界を道連れにする可能性が出てきました。去年3月にすでに退避勧告出ているんで、今いる日本人は納得してウクライナにいるんだろうから、日本政府に救出求めんだよ。今さら助け求めんだよ。救助あるせいで日本は何もできませんからね。10月11日、日産自動車、ロシア日産を1ユーロで売却した。160円ぐらいかな、今。1ユーロ。160円ぐらいかな、180円ぐらいかな、特損1000億円を計上すると。特別損失1000億円。これ災害とかで工場倒れちゃったとか、台風で吹き飛んだとか、そういうのが特別損失ですね。ダメだこの会社、部品も半導体も入ってこないからどうにもならん。バカな日産が逃げるぐらいやばい。工場の資材や部品をバラ売りするしか、単純に持ってるだけで損がかさむから売ったんだろう。日産からロサンへ日産じゃなくなった。工場を奪われてロシア人が車作り出す。ロサン、ゴーンにいいように食い物にされた日産の経営陣はね、バカって定説ができてますけれども、そのバカな日産が損切りできた。ロシアから即時撤退、退避がそろそろ出そうな気がいたします。ウクライナにいる日本人はすぐに退避しなさいって外務省出しましたけれども、ロシアにいる日本人もすぐに帰ってきなさいって外務省。そしたらね、商売やってる、日産みたいな工場がある、ロシア国内に工場があるとこなんか撤退、商売捨てて撤退してくるしかなくなるわね。10月7日ゼレンスキー大統領とウクライナ最高議会、北方領土は日本領、ロシアには何の権利もない。維新鈴木宗男74歳、そういうのありがた迷惑、この発言はありがた迷惑、ってブログに書いておりました。宗男は迷惑、ロシアのスパイもあるだし、やっぱこいつはロシアの工作員だわ。維新はこいつを止めないの。スパイの娘が外務副大臣で世も末。宗男の娘さん、自民党におりまして、外務副大臣やっちゃってます。日本人の議員の発言ちゃうな。領土問題が少しでも進展しそうになると、必ず妨害してきた。そうなの、宗男ってそういうやつなの。スパイ防止もないからな、こんな気色悪いやつが議員でございってやってるんですよね。スパイ発言止めないと維新もスパイ政党ってことでいいっすかね。自民はといっとズブズブって今言ってますけれども、テレビ新聞左翼が、維新は北方領土を泥棒している新生敵国ロシアとズブズブの方がよっぽど問題ですよね。テレビはなぜか騒がないしね。テレビでやらないからですね、情報エリート以外は知りもしないと。全然、情報エリートさん、保険証とマイナカード一体化に案の定、共産党シーカゾンは激怒。任意と言って始めたのに事実上の強制、こうしたやり方そのものが民主主義を壊すと。共産主義者が民主主義うんぬん言うなって、なんでそうなったら民主主義の破壊なんだという謎は置いといてですね、世論です。都合悪い人
きっとこれをやられると何か困るの、ゲス顔保険証が顔写真になって不正利用が減ったら共産党は困るの、真っ当な人に不利益はないが不法滞在だと写真付き保険証は使えないもんね、共産が民主主義語るな、共産党の民主集中制って独裁の言い換えです、保険証に写真付くと民主主義の破壊って何言ってんのこいつら、共産主義者のくせに、共産主義者なんだから民主主義が壊れた方がお前らにとって都合がいいんじゃねえのかな、思いますけれども、それでなんで共産党は困るんですか、小野田さんに、国会でやんなと言ってました。現在の保険証は不正な貸し借りが横行している。顔写真とチップをつけデジタルセキュリティを強くすると、つまり暴力革命を目指す共産党はですね、保険証の不正な貸し借りがしたいってわけ、写真ついてないですね、不法滞在者と年頃な共産党は保険証に顔写真つけられると困るんですよ。他のね、外国人の保険証持って不法滞在者が病院行けなくなっちゃうからね、顔写真つけられるとね、つい最近捕まったですね、23年間も不法滞在してた韓国人女性ね、絶対支援組織あんだろうって噂になってましたけど、共産党のことでしたかね、これね。こういうレッテルはいいな、今後立憲あたりがですね、マイナンバーカードと保険証一体化に反対したら、不法滞在者でもかくまってんですかって言ってやればいいね。完全に善良ではですね、こちら側も深淵に伏せむ怪物とは戦えませんからな、深淵を見つめているとき注意しなさい、深淵もあなたを見つめているのだ、っていうですねことですね。やむを得ないんで、おっさんが、私のようなおっさんが泥かぶりますよこういうね、不法滞在者でもかくまってんですかって憎ったらしくレッテル貼りして、悪者になりますから、他の皆様は善良でいてくれても全く構いませんね、親戚一同のためにおっさんが泥かぶりますよ。小野田さん、そういえば小野田さんはお母さん日本人なんで日本人親戚一同ってことになりますよね、新宿区で立候補を目論んでいる李小牧っていう区議会議員候補は全然親戚じゃないよね。あと江戸川区のですね、元インド人のヨギっていう議員さん、まるっきりインド人で帰化した人なんですけど、これも日本人親戚ではないですよね。まあ小野田さんは親戚だと、お母さん日本人ですからね。まあこういうね、あ、そういえば国盛から出たエズスさんでしたっけ、ウイグル人の、あの人も親戚ではないですよね。日本人の血混じってねえんだからさ。まあまあ小野田さんみたいな方は親戚として受け入れますよ。言ってることもいいことだしね。あとまるっきり外国人ですけど、言ってることまともなフィフィさんとかね、ああいう人らはいいなと思います。というわけで、メール党員さん、筑紫部長さん、大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。